はね、新宿ラジオということで、新宿ではお決まりではないでしょうかの曲を歌っていきたいと思います。ウォーキングイズイット月見草を歌っちゃったんでね、どうしても聞きたいって人はもう一回言ってください。では伊藤優奈さんのプレシャス。
と柔軟性戻ってきた。あ、またなんか待ってる。私5月にホールワンマンをね、初のやらせていただくんですけれども、めちゃくちゃ昨日もねちょっとリハーサルがあったんですけど、すっごいねもうとんでもないことになるんで、皆さんぜひよかったら遊びに来てください。あのここにいる皆さん多分新宿渋谷近いかもしれない。ちょっと待って、復活 OK。 ではでは次はあの泣いちゃう曲を歌おうかなと思います。誰しも多分一回はペット飼ったことありますよね。あ、ない人いる？ペット飼ったことない人、あの なんでもいいよ、ザリガニとかでもいいんだけどさ、ザリガニ違うか、アリンコとかでもいいんだけどさ、なんかペット飼ったことあるでしょ。そんなねあの大事な家族の曲が最近ゆりさんの曲で出たじゃないですか。歌いたいと思います。レオ、その中過ごしてた、誰も彼もが過ぎ去っていた、怖かったんだ、あの光に連れられるまでは、僕と同じの小さな手、この現場にくすぐり合う、僕はこんなことすぐになってた、どんな時でもそばに、僕との時間は減るが通り、僕に君に友達として仕方がないような、最近つけるその香水、花の効く僕にとっては辛い、今日も遅くなるんだろうか、君がいない部屋、夢を見るあの日のこと、また
張るね。ありがとうございます。じゃあゾンゾン歌っていきますからね、私はね。 ありがとうございます。来れたんですか、間に合った、ありがとうございます。今日私告知をしてなくて、どこでやるか誰も知らないんですけど、こんなにファンの方が駆けつけてくださって、もちろん泊まってくださった方もたくさんいてね、めちゃくちゃ嬉しいです。ということで気合入れて歌っていきたいと思います。じゃあもう月見そとウォーキングウィズユー歌っちゃったんで、ノベルナイトさんの曲、別の曲を歌います。夢花火聴いてください。20枚くらいしかない。とりあえずまだいないということで、まだまだ、じゃあ私のね
力量が試されているということですね。皆さん欲しがりですね。頑張りますわ。はい、では次歌っていきたいと思います。何がいいかな。ちょっと息切れしてきて、やっぱりあれですね、体力がね、歌ってないとね、なくなるんだね、こうやってラジオライブでも。ありがとうございます。あ、私の大好きな問題形式のやつね。ありがとうございます。なんかこれ聞きたいよって人いますか。ちょっと今探し中なんですけど。ん？You raise me up。 You raise me up ですって、今今すごい声出ちゃった。ちょっとじゃあ、出るかな。好きだね、好きですね。ちょっと出るかわかんないんですけど、歌ってみますよ。じゃあ出るかな。 You raise me up 知ってます皆さん。知ってる人、あ、意外といたわ。よかった。もっと知らないかと思ったみんな。ちょっと緊張すんな。新宿での You raise me up って結構ね、張らないと出ないのよ。張らないと。ちょっとリクエストせっかくいただいたので歌ってみたいと思います。 You raise me up 聴いてください。はい、皆さんありがとうございます。よし、ここで洋楽もいけるってことを見せつけないと。You raise me up so I can stand.
や、動きがちょっと、わけわからなくなってきた。ありがとうございます。もう早くも1時間弱歌わせていただいてますが、改めまして市川ひかりと申します。よろしくお願いします。あ、ほらほらほら、ありがとうございます。一気に歌いすぎてなんかちょっと力抜けてしまいましたね。じゃあちょここいらでオリジナル曲を歌おうかなと思いますわ。はい、ありがとうございます。実はね、先月大阪でワンマンライブやって、その前の月に東京でワンマンライブやるツアーをね開催したんですけど、両方とも新曲を披露しまして、今日はちょっと新しい方の曲を歌おうかなと思います。はい、ありがとうございます。さて、あれ、OK、では歌っていきたいと思います。聴いてください。トアニこの曲は大親友が結婚したんですけど、その二人にね送ろうと思って書いた曲です。聴いてください。永遠にと書いてトアニ。
てたら嬉しいなと思います。5月に実はねホールワンマンの方を開催しましてですね、めちゃめちゃ私史上すごいことになってますので、もう歌うし踊るし応援するしみたいな感じなんで、皆さんよかったらぜひ、気になる方は今日フライヤー20枚ぐらいあるんでね、もらってください。もらってくださいって言ってでもね、入ってくる人なかなかいないんで、私に行くんでね、終わった後によろしくお願いします。 TikTok の皆さんもありがとうございます。今日 TikTok と同時配信をしてるんですけどね、いやたくさんの方に見ていただけて本当に幸せです。ありがとうございます。今日久しぶりだし告知もしてないし大丈夫かなと思ってたんだけど、いやよかったです。じゃあまたちょっとカバー曲もね、ちょっとマカ歌っていこうかなと思います。